体の免疫力を上げる未来食つぶつぶ、そして心の免疫力を上げる天女の学びを提案している大谷由美子です。はい、今日は2回目です。体と心の、ね、萎縮から脱出というテーマでお送りしています。昨日の復習ですか。姿勢を60度、そしてかかと重心、内側重心、そして仙骨に意識を向けて、そうしたら思い切って下げる。で、姿勢が正しくなってるかどうかはヒュッとこう下げる、ヒュッとやると、あ、胸開いてる、ふわ開いてる、この開いてる胸でグッと、ね、これを仰ぎ、ね、天を仰ぐ。これだけで私たちの体は今すっごいエネルギー、そして殺菌抗戦やウイルス無力化抗戦がたくさん得ることができます、ね、ぜひ朝晩ということを話をしました。今日は2回目です。もう一つ、本当に体、この縮んでる体をぐーっと開くには呼吸というのがとても大事です。で、呼吸というのは息をする、息をするっていうでしょ。じゃあ息をするってどういうこと、そして私たちがこうやって存在していることを生きるっていうでしょ。それは息をして存在してるっていう意味なんですね。だから息を、だって息がね、できなかったらこう、ね、苦しいし生きていることができない。じゃあこの息をする、今後思いっきり息をするという方法をやるんだけども、はい、じゃあまずはやってみてからにしようか。まず皆さん知ってるかな、この私たち鎖骨というのがあります。この鎖骨の上にちょっとくぼみがあるんだよね。この鎖骨のくぼみに手を当てると、なぜか息がとてもよく出るんですね。なのでこう体の中にある息全部吐くつもりで、全部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 、でも、もう吐けないと思ってから、でもまだ3秒ってやったら、まっすぐ起こします。そうするとストーンと空気で、その時にお腹に入れようとするんじゃなくて、このさっき言った仙骨の方にズドーンと入る。ちょっとやってみようか、ね、ベンチレーターを触って、体の換気扇です、ここが、ね、でまず、ね、体の中にまずある空気を出さないことには入ってこない。私たちこの世界は出すのが先で、出して隙間ができるとそこにたくさんの思い、倍以上のものが入ってくるっていう仕組みにできているんですね。だからまず出そう、体中のもう総入れ替え、空気の、いい？じゃあここをね、換気扇に触って、そうするといつもよりいっぱい出ます。もう全部吐き切った、吐き切った、もう吐き切った、もう無理から、3秒、1、2、一気に立ちますね。そしてここイメージしてね、もう一回やります。3回でいいんだよ、これ3回やるとね、これどんな時でも、ね、使える。ね、すごい緊張しちゃった、どうしようっていう時とか、もうあらゆる時に体のこう換気をして、こう息の総入れ替えをする。はい、3回目やります。息を吐きます。全部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 、もう無理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 、でも吐く。どうですか。で、そしてすぐじゃないけど、そうするとだんだん今から皆さんの体の中では、なんか新しい酸素が、新しい空気がってことで、全細胞全血液が喜んで、今なんかこうゾワ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 とこうね、嬉しい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 、キャー嬉しいっていう感じで、体の中がなんか、なんていうの、それまでの締め付け緊張ムードからふんわりムードに変わっているですね。なので、こうそれをやった時よりも、ここから持続的に体がこの換気によって良くなっていく、この方法、1日、ね、1回でもいいし、
2回でもいいです。あるいはもうこれからね、特に緊張してる、萎縮してる時じゃなくて、もう日々の中ではちょっと瞬間なんか緊張しちゃうなとかね、いう瞬間あると思うけど、その時にこれを3回するだけで、ふわーっとした体で、体の状態っていうのはとても心の状態が体に影響するっていうのもあるけど、でも心を急に変えようって難しいけど、体を変えるね、仰ぐ、そして換気するっていうようなことをするだけで、あなたの体は全然違うコンディションになります。そしてそういうコンディションで何かを考えると、判断力も第六感もピーンと張る、そんな状態になります。そして息ね、私がもう二十数年学び、そして5年前からこう5年前までに5年ぐらいかけて、こう誰もが48の音、ね、日本語をこう構成する、ね、母音、ほとんどが全てたった1音だけ除いて母音で構成されている日本の48の音が一体どういうエネルギーを持っていて、どういう意味なのかってことを学ぶ、それを学ぶだけで私はもう世界の見え方がすっかり変わり、あらゆる、ね、なぜ風を風というの、なぜ火は火なの、なぜ手は手なのみたいな、ね、なぜ水は水と呼ぶのみたいなことが分かったんです。でそのこう和語で伝えているのが息っていうのはどういうのかっていうと、息っていうのは、まあ、命とか勢いとか生きるっていうふうに生命エネルギーに関わると思うでしょう。実は古代の私たちの祖先は見えないけれども、やっと量子物理学がこう解明しだしたこの量子、要するに素粒子という目に見えないエネルギーの渦が私たちこう集まってこの世界ができてるってことを、なんていうか直感というか生物的に理屈抜きに体覚してたんですね。そしてそのエネルギーのことをイッと、素粒子、量子のことをイと呼んでいて、この世界はイが集まってできているよ。そしてそのイを生み出す元にはキーという大きな根源のエネルギーがあるよ。だからイとキ、この3次元の現象を生み出しているイ、そしてさらにその生み出しているというか、それを構成しているまあレゴの元のようなイ、ね、パーツとしてのイ、何にでも変容できるイ、そのイを生みこう支えている木、イと木、イのこう生命エネルギーと木の創造エネルギー、ね、この2つのエネルギーをこう体の中に取り入れる、これが息をするということです。そして息が体中を巡って世界を、そして息が巡っている存在、息が巡っている間を生きると言います。そして息がいっぱい詰まっている体は生き生きしていると言うんですね。ぜひ皆さんこの生き生きしている体をこう、ね、手に入れることは簡単です。そう、体の換気をして、ね、このできれば外で、ね、今も鳥の声が聞こえてたけれども、この虚空から、目に見えないこの虚空から息をはーっと体の中に、でもその時に必ず最初に出す、ね、もうそしたら自分の時々、最近私なんかここら辺がもうこんな太いもうねドーンとしたチューブになっちゃったような感じで、一瞬で息が入ってくるこの心地よさ、そして歌い始めたら楽しいと思いませんか。今日は息、前の回はあうぐ、あおぐ、あうぎという、 こう体の使い方、そして今度は今日は息についてお伝えしました。それではまた次回は何でしょう、楽しみに。